純売上部数300万割れと聞く朝日、難癖付けの記事ばかり。6月7日付け社説には笑わされた。子育て支援無償化ありきでなくと、安倍首相が昨週の衆院選で掲げた幼児教育、保育の無償化の具体策が、政府の骨太の方針の原案で示された。3から5歳では認可保育所の利用を無料にした上で、 認可外の施設を利用する人にも一定の補助をする内容だ。今後、法改正などの準備に取り掛かるという。しかし経済的な負担を軽くすることが最優先の課題だろうか。無償化ありきでなく、政府は政策の優先順位を柔軟に見直すべきだ。選挙戦の目玉として唐突に打ち出された無償化だけに、具体策には無理が見える。 保育所の整備が進まない理由の一つに、深刻な保育士不足もある。人材確保のための賃金の引き上げや、職員の配置の増加といった取り組みにも、財源が必要だ。要約して引用。朝日新聞は、無償化以外にもやるべきことはたくさんある。幼児教育無償化は安倍の人気取り政策だ。財源が必要。断固反対。 と叫んでいるようだ。もったいぶったイチャモン社説とは朝日新聞、品位も減ったくれもなくなったか。読み込むと、無償化自体に反対しているわけじゃない。安倍政権の政府方針に難癖をつけているだけ。無償化しなかったら、しなかったで文句を言うひねくれたスタンスだ。朝日を、民主党の子供手当に反対したっけ 高速無償化に反対したっけと問い返したい。これを野党が持ち出したら、素晴らしい。絶対に必要。国民に近い。当然だ。と後押し。防衛費大幅削減。相続税アップ、法人税アップで財源確保できるとわけがわからないことを書き立てる。政府与党がやると、ふざけんな。 絶対に無駄。国民を無視。内閣総辞職。とうとしめる。ここまで実販売部数が落ち込むと、読み手は朝日支持者しかいないんだから、もっと思い切ったことを書きまくればよかろう。どうせ嘘まがいばかり書くのなら、話は大きい方がいいぜ。公正と客観的な視座に立って何ぞ誰も朝日には期待していない。 暇つぶしに読んでいる連中にとって留飲が下がる記事を提供していればいいのだ。